京都一区の平智之です。私はこの前のポスターを見ますと2年前を本当に熱く思い出します。ちょうど同じ構図のポスターで上下客でございました。ただし私は上の方にいたんですけども、今より20キロ太ってましたんで、だるまさんのような顔してにらめっこしてるような顔でございました。どこ行っても怖い人やと思われてましたが、その福山さんを今度は私が応援する立場としてこの場に立たせていただきますことを心から御礼を申し上げます。私は福山さんが官房副長官になられて何を言ってもやっぱりお願いしたいのは成長戦略であります。実は私たち143人の民主党の新人就任議員はもしかすると国会に行ってからこの9ヶ月ずっと政局にさらされていたような気がします。まあ集団教育と言われてみたりいろいろありましたが、要は政権交代のお力を皆さんにいただいた、その仕事をちゃんとできてるやろうか、今のこの民主党という形で大丈夫やろうかということを毎晩毎朝みんなで議論してきたような気がしております。政務官、副大臣、大臣、京都は多くの一流の政治家を育てられましたが、一方で私たち小原舞さんと私平智之は初めて1年生として国会に行って、そういう小先輩方の上層部の動きをこういう感じで見ながら、私はちゃんと役に立ってるやろうかと、民主党の政治はほんまに政権交代のそのお手伝いを、皆さんのご期待のお手伝いできてるやろうかということをずっと考えておりました。で、皆さん、菅直人新総理大臣が誕生した、もうそろそろ政局の議論は一旦ここで区切りをつけて、安定政権で私たちの国の政策の仕事をせなあかんと心から思います。私が思うだけじゃない、皆さんがそう思ったはると思います。もう中国は今年中に日本 GDP 抜くと言われています。沿岸部だけですよ。内陸もこれから成長する巨大な国が私たちの隣国に誕生しようとしている。私たちのこの国に今一番必要なのは100兆円と言われる医療と年金と、それから福祉に関わる多くの、毎年1年間ですよ、1年間100兆円の社会保障給付費がかかるんです。税収は37兆です。勘定は合わないんです。これを何とかするためには税収を上げるしかありません。すでに大臣がもう到着されてますので、簡単に簡潔に申し上げると、私は今衆議院参議院合わせて423人の民主党の国会議員がいる、つまり与党には423人の仲間がいるんです。ものすごく単純に言えば1人1兆円売り上げるぐらいの覚悟を持つ必要があるんじゃないかと。今日本の GDP500兆です。アメリカ1200兆、1人1兆円売り上げたらアメリカに追いつきます。えらい単純なこと言うなと思われるかもしれませんが、私は一個一個のプロジェクトに国会議員一人張り付いてでも物をちゃんと売る、収益を上げる、そのことをやらなければアジアの中で生き残っていけないと思っています。韓国はやってます、中国も台湾もやってます、シンガポールもやってます。一体日本は何をやってるのか、政局だけでいいのかということを今強く感じている次第であります。私自身も今経済産業委員、筆頭理事は北上さんですが、北上さんにしっかりとついていきながら成長戦略の、経産省としての成長戦略の一部を今書かせていただいております。会期は16か17まで、あと1週間最後まで仕上げさせていただきたい。もう一度申します、いつまでも政局をしていちゃダメだ、安定政権でこの国を成長させる仕事を早くしなければならない。そのためには衆議院の安定多数と参議院の安定多数がどうしても皆さん必要なんです。そのためにも福山さんが負けるわけにはいきません。福山さんが一日も帰ってこなくても、私たち京都一区から6で万全の構えで福山さんを何としても国政に送る、そのお手伝いをさせていただきたい。皆さんと共に力を合わせて頑張らせていただきたい、そのお願いを申し上げまして、私からの激励の言葉とさせていただきます。本日はありがとうございました。